半からかなり積極的なレースをしましたが、どんな意識で臨んだんですか。本当に今回、結果見ての通り前半から行くっていうのは自分の課題だと思ったので、あと少し足りなかったんですけど、前半まずは00秒台で、あわよくば59秒台で入ればいいっていう、思いで前半から積極的なレースをしようと思いました。多分最初の56秒91も2分1秒15も多分今までで一番早いぐらいの入りだったと思うんですけど、実際泳いでみた感覚っていうのはいかがでした。やっぱり前半から行ったので本当もう平泳ぎからすごい、しんどくて、で泳ぎ自体も今背泳ぎ平泳ぎとちょっと崩れていて、作っている最中なのであまりちょっと後半に残んなかったかな、繋がんなかったかなっていう、イメージでした。そんな中でいろいろ試せるこの大会の中で、今のレースでこう手応え収穫みたいなものを挙げるとするとどんなところになりますか。でも本当に、ビビらずに前半からしっかり入れたっていうのが一番の収穫だと思います。夏には、またライアン・ロクテ選手や今度はマイケル・フェルス選手とも戦うことになると思うんですけど、改めてオリンピック本番に向けた抱負というのをお願いします。去年、3番を取れたのでしっかり今年も、ライバルはすごい多いと思いますけど、メダルを、狙ってしっかり表彰台で、日本の国旗を掲げられるようにしっかり泳いでいきたいと思います。テレビ代表以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。